サトテルいるし、近本もいるし、大山もいる。ね、梅ちゃんもいるし、中野もいる。ね、そこには多分糸原とかマルテもね、ここらもいるから、まあ、やし申し分ないだろうって正直思ってたんだけど、なんかベンチ見るとな、ベンチ見るとしょぼいかもな。ごめん。ちょ、この選手たちの阪神ファンがいたら申し訳ないけど、ベンチ見たらしょぼいわ。ごめん。言っちゃうと。言っちゃうとベンチ見たらしょぼいわ。ちょっとね、トレード方針、ぶっちゃけ阪神強いから、まあ何でもいいやって思ってたんだけど、これは間違いなく野手ですね。ちょっと野手の層を厚くしましょう。絶対に。野手の層をもう最優先。最優先で厚くしていきましょう。